ワンディ・リベルト・ロドリゲスは、ドミニカ共和国サンティアゴ・ロドリゲス州出身の、プロ野球選手。左投げ、両打。フリーエージェント。ヒューストン・アストロズ時代1999年1月12日に、ヒューストン・アストロズと契約。2005年5月23日にメジャーデビューを果たし、同年10勝を記録。ポストシーズン、アストロズは、 球団史上初のワールドシリーズへ進出し、ロドリゲスは2試合に登板。第1戦、先発を務めたロジャー・クレメンスが太ももの痛みを訴え、ロドリゲスが登板することに、3.1イニングを投げ1失点で負け投手となった。第3戦は延長14回にエゼキエル・アスタシオが2失点を、喫した後、ロドリゲスが登板。打者1人を三振で抑えたが、 アスタシオが負け投手でチームは敗れた。シカゴホワイトソックスにチームは一勝もできずに敗れた。2006年は4月を4勝0敗と、好調なスタートだったが、7月7日から5連敗のまま、シーズンを終え、9勝10敗に終わった。2007年は前年と同じ9勝だったが、コントロールを改善させ、三振を余死球で割った。K、BB は2.56と、 前年より1ポイント近く上昇。2008年は防御率3.54を記録したが、甲府調の波が大きかった。4月19日のロッキーズ戦で左足を痛め、翌20日から1ヶ月以上故障者リスト入りした。2009年からは3年連続で2桁勝利を継続中。2012年7月24日に1対3のトレードにより、ピッツバーグパイレーツへ移籍した。 2013年は開幕前の3月に開催された第3回ワールドベースボールクラシックのドミニカ共和国代表に選出された。2014年は開幕から6試合に登板したが0勝2敗防御率6.75と結果を残せず5月22日にディーフとなった。5月31日に自由契約となった。十二月十七日にフィラデルフィアフィリーズとの マイナー契約に合意したが、フィリーズの身体検査で異常が見つかり、破断となる。2015年1月13日にアトランタブレーブスとマイナー契約を結ぶが、4月4日に解雇された。4月6日にテキサスレンジャーズとマイナー契約を結び、同日中に参加トリプル a のラウンドロックエクスプレスへ移動。24日にメジャー契約を結び40人枠入りする。 背番号は25であったが5月17日にロスオーレンドルフの昇格に伴い51に変更となった7月29日にリーフとなり8月4日に自由契約となる2015年8月16日にカンザスシティロイヤルズとマイナー契約を結んだオフはドミニカ共和国のウィンターリーグでプレー。2016年1月26日に フルス・ヒューストン・アストロズとマイナー契約を結ぶが4月5日に自由契約となる。2017年は所属球団なくオフにドミニカ共和国のウィンターリーグに参加。2018年も前年に続き所属球団なくオフにドミニカ共和国のウィンターリーグでプレー。ありがとうございます。